奇襲ズメのヒエ。奇襲ズメのヒエパスポラムディスィコムエルは、イネ科の植物の一つで、よく張って伸びる、多人草。水田などの雑草として注意が必要なものである。変種に、畜後スズメのヒエがある。奇襲ズメのヒエは、熱帯域に広く分布し、日本でも関東以南で普通に見られる。日本では1924年に、和歌山県で初めて発見され、 和名の奇襲スズメの冷えはこれによる。ほわにさじょう。日本のスズメの冷え属の中では、背丈の高くなるものではないが、ほふく枝を長く多く伸ばす植物で、非常に大きな群落を作る。水質地を好み、水田で繁茂して、被害を与える。熱帯域では水路を塞ぐなどの被害も見られる。ほふく枝を切断しても、その断片から、再び繁茂する。 編集の畜後スズメの冷えは、基本編集より毛深く、大柄になり、雑草としてはさらに立ちが悪い。これについては口述する。別名に、カリマタスズメの冷えがある。また英名としては、ナトグラス、ジョイントグラス、ウォーターカウチ、ウォーターバーミュードスグラスがある。長くホフクエ枝を引く、多年生草本。茎の株は、節から根を下ろして、長く伸び。 地表を張って1メートルにもなる。家計は、このような茎から分子して立ち上がり、高さは20から40センチメートル、幅柔らかくて平ら、長さ5から10センチメートル、幅4から8ミリメートル、全体に無毛だが、幼少の口にだけまばらな毛がある。家計は上に伸びるがあまり高く抜き出さず、先端に2本、稀に3本の層、こぼのついた軸を出す。は、 長さ4から9センチメートル、まっすぐな棒状でやや斜め上に開いて伸びる。コボは、房の軸の下面に2列をなして並ぶ。コボは、長さ3ミリメートル、長大円形で先が尖り、ごく細かな毛が生える。第 1A は、臨辺状に耐火するか消失し、第 2A は、コボと同大で3から5脈があり、かじ方向に膨らむ。第小花は、不で、が、 表に向き、三脈あって主脈が明瞭。第二小花は、粘性で、大きさは、小ぼと同じ。森 A は、角質で厚くて、無毛、円は内側に曲がってこれと、ほぼ同質の内 A を抱き込む。花時にはこの部分の先端両側から、黒子色の中等が出る。果実が成熟すると、この森 A と内いに包まれたまま落下する。日本では、 関東地方以南に広く見られる。世界的には、熱帯域を中心に、東西半球に広く分布するものである。タイプ産地はジャマイカ。草地に生える。特に湿ったところを好み、横に張って大きな群落を作る。池や沼、水路、河原や水田などに生える。河原や堤防などではいやや乾いた場所にも生えるが、水気のない場所では矮星になりがちである。何しろ、 日本水槽図鑑に乗ってしまうほどであり、水辺では水面にまで歩幅形を伸ばし、マット状になって水面に浮かび、広く水面を覆うこともある。日本で他に似たものとしては、サワスズメのヒエピービジャイネットムがある。日本では、薬島インナンの南西諸島にあり、世界の熱帯域に広く分布する。この種は、海岸の沿征湿地に生育するので、生育域環境もある。 定特別できる。ただし近年は、シーショアパスパルムの名で芝生に使われることもある。また葉は丸く巻き、また小布が、より細長く、第一小花の森への中脈が弱いなど、その形質にも違いがある。蒸気のように本種の変種に畜後スズメのヒエバル、インデュートムがある。基本変種より一回り大きくて、毛が多い。 基本編集は 2n イコール60の6倍体であるのに、対してこの編集は 2n イコール40の4倍体である。よく繁茂する雑草である。日本では水田における影響が大きく、1960年代から問題になり始めた。試験的に水田に侵入させた実験では2年目で、水田は埋め尽くされ、草丈は稲を越えて覆いかぶさり、収穫量は、 最大で75%の減収となった。ただし、現実的には白きをした後に周辺部から侵入することになり、その幅はほぼ3メートル程度との推定もあり、そこまでの影響は出ないと思われる。だが、補服系を買ってもその断片からも芽を出すので、根絶するのは難しい。他方で牧草としての利用も行われてきた。 その方面でのこの植物の名は、ノットグラス・ナトグラスである。その角度から見れば、この植物は体質性、体肥性に優れ、窒素肥料を十分に使用する場合、その成長は極めて旺盛な種である。この変種を区別しないこともあるが、中間型は存在せず、区別は明確とのこと。捕食系は分子してよく伸び、 立ち上がる茎は二十から四十センチメートル、葉は柔らかくて、白い毛をまばらに出すことがあり、長さ5から二十センチメートル、幅5から十ミリメートル、幼少には、木部が膨らんだ、長く白い毛を密生する。果樹はそう、小棒を三つにつけた枝が二本からなるが、これに三本のものが混じり、時に四本のものが出る。ここの房には、小棒二列ないし四列つける。小では、 第一方 A が細い釜状の形で見られる。基本変種との主な際は以下の三つ。北米南部原産で日本での分布は基本変種とほぼ同じ。和名は筑後地方に多く見られることによる。湿地から水際に出て水面に広がりしばしば大きな群落を作る。基本変種よりさらに水生生活に適応した形ともされる。特に不栄養化と、 水際環境の拡乱が、この種の侵入に有利に働くとの報告がある。水田雑草としては、基本編集よりこちらの方が影響が大きい。漁師を水田に導入、繁殖させた実験では、基本編集で、米の生産量が50%減であったのに対して90%減となった。他の実験でも、基本編集よりこの編集の方が影響が大きい結果が出ている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。